今からバイクをね、原付を借りましてですね、島を一周しようかなと思います。お、モービル第一倉庫。なんか好きなバイクを選んでいいって言われた。さてさて、あ、すげえ、すごい、原付がいっぱいあるわ。こっからプロつけたいからこれがいいかな。なんか黄色が調子悪いって言ってた。ホンダトゥデイにしよう。今回の相棒は私はこのトゥデイにします。いいね。さあこのスタイルで出発です。行ってきます。行ってきます。わー、いいね。わーおー、絶景だ。あれが小島っていうらしいですね。すごい。こちらが釣りしてたのがこれ。いいとこにあるでしょう。素晴らしいね。これが有名な大阪トンネルっていうみたいです。島の人たちがね、出会うためのトンネルっていうことらしいよ。すごいね、変わった字だよね。はい、恨みがたきに到着しました。こっからこう階段を登ってって滝の裏に出るみたいなんで登っていきましょう。結構ありそうだな、距離ね。わお、マイナスイオン、すごい。俺、ね、マイクを買ったんだよ。それがすこぶる調子がいい。綺麗に撮れてる、ショート。ああ、結構登るね。さすが滝言ってるだけあるわ。よいしょ、いい運動だこりゃ。お、滝壺か。濁り気味。途中まで来たら滝神ハート岩って何？もうなんか下に吊り橋があるね。ちょっと右、滝の方は今人が行ったからこっちから行こうかな。よいしょ、結構上り下りが、今朝雨降ったからなんかジメッとしてんね。ハートロック、2022年、最近なんだ。大雨によって偶然落ちてきたハート型の岩、見つけたあなたにはいいことがあるかも。え、何その、隠れミッキー的な感じ、探せっていうこと。待って、ハート岩が全然左戻れって書いてあったんだけどさ、どういうこと。あそこで、あそこさっきの看板のとこにあったってことなのかな。この途中にはどう見てもないもん。ちょっと探しに行こう。見つけられなかった。見つけたあなたにはいいことあるかも書いてあったけど、一つも見つけられなかったわ。いいことないかな。
さあ、看板のとこまで戻ってきたぞ。これでしょ。あ、え、ちょっと待って、これのこと？あ、これか。ああ、見つけられなかったな、ハート岩。これらしいです。確かにハートだ、かわいい。確かにハートだもんな。こんなの落ちてきたら恐ろしいけどね。よし、じゃあ滝行きましょう。さあ、恨みヶ滝に行きましょう。おお、あ、こっちからの方がすごい景色がいいね。入っていくか。入っていこう。すごい。裏側だ。カメラが濡れる可能性があるが。おおっと、すごいすごい。すごいぞ。あ、あ、水たまりに。もう一気に、よいしょ。おお。なんと天然温泉もあるみたいですね。これはあれだよ、水着で入るところやね。施設とかそんなんじゃないから、ちょっと見に行ってみようかな。温泉に行ってみます。すごいよ、大自然。本当にそのまんま残ってる感じが素敵だな。あ、近いんだ。すぐ。うわー、すごい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 。誰もいないね。すごーい。こんな感じですぐだよ。ちょっと足だけ入ろうかな。ここはね、裸で来る人はいないので。わあ、あ、うわ、あったけー、気持ちいい。あ、あれがあるな。うわー、気持ちいい、これ最高じゃん。やば。おー、わー、絶景や。で、目の前はこんなに滝の音がすごいいい感じ。お昼はここに来ました。生そば千両、天ざるミックスにしました。美味しそう。足束の天ぷらとエビと海風しいたけって。いただきます。うん、おいしい。
マスタバも美味しい。顔戻してたら、なんだよ、もうちょっと大きいのついたいなって言ったら、近く買えるよとか言ってたら、ごちそうさまでした。美味しかった。いやー美味しかったっすね。美味しかった美味しかった。ごちそうさまです。まあ、今から、見晴らしの湯に行って登龍峠っていうところに行ってみようかなと思います。なんか池があった。ここはなんかね、でっかいうなぎがいるらしい。すごー。なんか水の色があれだね、相模湖みたいな色してんな。鯉はいっぱいいるけど、さすがにブラックバサいないか。さすがにいねえか。いやーすっきりしました。めちゃくちゃ絶景でしたね。ただね、私のが入る前に団体さんが来て、露天風呂が全おばあちゃんで埋め尽くされてたんで、その後に入ったらね、ちょうど貸し切りになったからよかったけど。すごかったよ景色。いやー温まったんで、ちょっと時間的にゆっくりしすぎちゃって、時間的に登り峠厳しそうなんで、今から玉石垣っていうのを見に行って、そっから牧場行って、最後夕日見て、今日の原付の旅は終わりかなと。そんな感じで残りも安全運転で行ってきます。到着しました。これらしいです、この丸っこいの。これを全部昔の人が一個ずつ手作業で積んでったみたいよ。やっぱりこう八丈は、なんだろう、波がすごくて石がこうやって丸っこくなるみたい、削られてね。だからこういうので、昔のうちはこういうので作られてるんだって。なるほどなるほど。よし、次行こう。着いたぞー、牧場ー。すげー、めっちゃ綺麗。登ってきたか、やったー。すごいすごい。こんにちは。ケツ、子牛かな、なんかふさふさしてんな。じゃじゃーん、これが八丈島の全容ですよ。すげー、空港だ、あれが空港。すごーい、広っ。こりゃいい魚釣れるわけだ。
到着した。すごい今から階段になってる磯を歩いて海岸まで行きます。すごい。おー、溶岩帯だ。夕日が綺麗に見えるんじゃないかな、こっから。ほー、意外と歩きやすい。あ、釣りしてる人いる。そりゃ釣れるよな。うお、うわー、ビッグベイト投げてー。ヒラスズキ、ヒラスズキ。いい波だね、すごいね。ここ実際はもっと近いです、多分カメラで見るよりは。おお、よいしょ。おお、すげえ、イカとかも入ってきた。この辺すごいね。島に到着する。飛行機だ。降りてった。ちょっと夕日を待ってたんですが、あの小島に隠れてしまいましたまあでもすごい綺麗だよ。ねえ、すごい綺麗。ということで今日は、原付でね、島をぐるっと巡ってみました。楽しんでいただけたでしょうか。私はめっちゃ楽しかったです。本当に釣りもいろんなものが釣れるし、人も素敵だし、お酒も美味しいし、ご飯も美味しいし、景色も良くて、温泉もね良かったし、はい、次は青ヶ島行ってみたいな。あとは堤防からマグロ釣ったりしたいんで、また絶対に来ようと思います。みなほさんもね、ぜひぜひ遊びに来てみたらいかがでしょうかはい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ほいじゃのー。